2024年、5月9日13時32分、新しい、気づきがありました。この住宅は阪神・淡路大震災の後に建てられたと言われている公営住宅なんですけども、まあ、排水管があって、まあ、この底から、まあ、そこのね、地面の下の方のところに確か続いていたはずです。で、ここなんですけども、これもう金属使わない方がいいですね。やっぱりもう錆びてきてこういう風になります。で、さっきびっくりしたのがこの辺あったんですよ。あったら、触ったらもうこれ剥がれて、いいですか？今から触りますよ。剥がれるんですよ。で、もうこの辺も多分もう時間の問題だと思いますよ。だからもう、この辺のところ、金属なんか使わないで、一応この中はね、下多分ビニールの、缶だと思うんですよ。でそれを、昔出ていたと思うんですけどもね、どうなのかな、そこにね、土の上に水が抜けていくような形にしていればよかったんですよ。まあまあ、この辺とかこういう風に、これホコリなんですけども、洗濯物とか、布団とか干していたらこうなります。で、まあ、掃き掃除をしていて、まあここに最終的にこう履いていくとこの辺にたどり着いて、でそれも地面の下に、まあ、土のところに行って、まあ、自然分解するような形でいいと思うんですよ。まあ、今ちょっとまあ乾かしてる状態で、まあ、この辺にこう溜まっていたのが、まあこういったものが、まあ、ほこりが濡れてこの辺に溜まっていたから、まあ、早く錆びてる原因にもなっていたかもしれないですね。だからまあ根本から言うと、ここにこの金属部分自体はいらないと思いますよ。でこれで詰まることがあるかって言ったらまずないですね。まあ、まあなかなかこんなところからね、何か物を落としてしまう人なんかいないと思いますよ。だからこれ、ここはもう金属いらない、住宅の作り方として。まあこれは金属類のゴミの日に捨てるとして、まあ、この辺のところとかも長年の経過でやっぱり錆びてきますね。二十数年ですね。まあこういうふうな形ですね。もうちょっと触れただけでこうなります。この辺のところはね、これは金属ではない、これはシールなんですけども、その周りの付着している金属、この辺のところがまあ一緒に付着して、まあ、厚みはこれぐらいあったんですよ。わかりますかね。厚みはこれぐらいこうあったんですけども、これがやっぱりもう剥がれる。上の方なんかもうこれ完全に割れてるんですよね。多分雨が付着して錆びやすくなってるんだと思うんですよ。で、これはね、金属じゃないんですよ。だこういう金属じゃないビニール管を使っておかなきゃならない。一応ここは金属なんですよ。で、ここは錆びてないんですよ。だから何か、仕組みがあるんでしょうね。だから、これ多分最初から分かってたんだと思いますよ。ここはこういうふうに、錆びない金属、錆びにくいと言った方がいいかもしれないですけども、そういったものを使用して、まあ、雨にもここ、この地点は当たりづらいでしょうね。こう。壁があるから。以上です。